よし、これで完璧だ。俺の名前は鈴木ライト、23歳。資産家である吉田家で通いの使用人として働いている。忙しいながらも充実した毎日を送っていたが、俺には悩みがあった。失礼します。入ってこないで。でも旦那様が。いえ、すみません。そう、それはこの家の一人娘である吉田桃さんに嫌われていること。俺としては仲良くしたいと思っているのだが、なかなかうまくいっていないのが現状だ。そんなある日。失礼します。桃様、クリスマスまでお勉強ですか？ええ、当然よ。私は社長令嬢なんだから。で、どうしてあなたがここに？どうしてって。こんなところで仕事してないで、クリスマスくらい家族で過ごしたら？奥さんがかわいそうじゃない？俺独身ですけど。嘘だって、薬指に指輪つけてるじゃない。亡くなった母の形見なんですよ。たまたまこの指にしか入らなくて。そんな。あんなに冷たくして絶対嫌われたわ。だけど。それよりご飯作ったので一緒に食べませんか？あなたが？すごい、これ全部作ったの？私の好きなものばかり。喜んでもらえたならよかったです。早速食べましょうか。ねえ、どうしてこんなことをしてくれるの？桃様、いつも頑張ってるじゃないですか。え？どんな時でも休まず勉強してますし、それに俺に家族と過ごしたらなんて言うってことは、本当はお嬢様も一人で寂しいんじゃないですか？まいったね。ねえ、一緒に食べない？いいえ、私は使用人ですので。今日くらいいいじゃない、クリスマスなんだし。あなたも頑張ってこんなに料理作ってくれたんだから疲れてるでしょ。もしかして一人で食べるの寂しいのかな。ではお言葉に甘えさせてもらいます。そして初めての桃様との食事は和やかに終わり。用があるから部屋に来てって言われたけど、なんだろう。失礼します。桃様、お待たせしました。用事とは？あなた独身って本当なのよね？はい、そうですが。じゃあ彼女は？それも全然。そう。なんだ、なんか様子が。じゃあ我慢しなくてもいいわよね。まさか鈴木さんが独身だったなんて。既婚者だと思って諦めてたのに。今までなんてもったいないことをしてしまったのかしら。桃様、そんな他人行儀の呼び方はやめて。ママって呼んでちょうだい。ああ、でも鈴木さんに桃様って呼ばれるのもそれはそれで最高なのよね。というか鈴木さんの存在自体が奇跡で。何これ、どうなってるの？桃様って俺のこと嫌いだったんじゃ。桃、ただいま。悪かったね、クリスマスなのに一緒にいられなくて。まずい、こんなところ見られたら。桃様、ごめんなさい。なんで逃げるの？ちょっと。おう、鈴木くん、クリスマスなのに悪かったね。いえ、お嬢様のためですから。いつもありがとう、これからもよろしく頼むよ。はい。では桃様、私は失礼させていただきます。邪魔が入ったね。まあいいわ、これからいくらでも時間もあるから。あの手この手で鈴木さんを夢中に。さっきの桃様、一体何だったんだ。翌日。桃様、どうして私の写真なんか。今までずっと我慢してたから、やっと鈴木さんの写真を堂々と撮れるわ。これで鈴木さんがいない時もずっとあなたを感じられる。何これ、怖すぎる。というか桃様って俺のこと嫌いなんじゃ。嫌いなわけないわ。え、今まで冷たくしてごめんなさい。本当はずっと鈴木さんが好きだった。でも既婚者だと思ってこれ以上好きにならないように冷たくしちゃってたの。好きって？もちろん男性としてよ。
彼女もいないみたいだし、私と付き合ってくれない？モモ様が俺のことを。でも、モモ様、ありがとうございます。お気持ちは嬉しいですが、モモ様は大切な人なのでお付き合いすることはできないです。そっか、よかった。モモ様、私のこと嫌いになったわけじゃないのね。それなら、どんな手を使ってでも落としてみせるんだから。で、それからモモ様のアプローチが始まった。ある日には、なんだかいい匂いが。って、朝ごはんが用意されてる。なんで？私が作ったの、鈴木さんに食べてほしくて。お嬢様、それは私の仕事ですよ。鈴木さんのためを思って心を込めて作ったのに。そう、食べられないんだ。それなら、どんな手を使っても食べさせて。わかりました、食べます。それじゃあ、いただきま。鈴木さん、待って。え、はい、あーん。いえ、自分で。はい、あーん。圧が強い。どう、おいしい？はい。よかった、私がお世話されるだけの女じゃないって鈴木さんに分かってほしくて。本当は私がずっと鈴木さんのお世話したいくらいなんだから、朝から晩まで鈴木さんのためならどんなことでも。十分分かりましたよ。ん、ママ様、その指は。これは別に何でも。もしかして料理で怪我したのかな。ママ様、普段料理なんて全くしないし、そこまでして作ってくれたなんて。いや、俺の勘違いかもしれないけど。ごちそうさまでした。では片付けを。って、あれ、私の箸知りませんか？知らないわ。しれっと何持ち帰ろうとしてるんですか。一体それをどうするつもりで。そんなの言えない。本当に何に使うんですか。そんな桃様との日々は続き、数日後、俺は友達と遊園地に行くという桃様を送迎していた。桃様、着きましたよ。あ、桃様、急に予定が入って来られなくなったって。え、ドタキャンされたのか。さすがにこのまま家に返すのもかわいそうだよな。あの、もし私でよかったら一緒に遊びましょうか。いいの？はい、私もちょうど遊びたかったので。それじゃあ。そして俺たちは遊園地で遊ぶことになったのだが、眺め良くて最高ですね。鈴木さんと二人きり。ももさま。で、ちょっと危ないですよ。鈴木さん、おとなしくして。無理ですよ。頂上でキスしたカップルは一生幸せになれるのよ。これで私も鈴木さんと。ももさま。大丈夫、誰も見てないから。そういう問題じゃ。あれ、ほっぺた、唇じゃ。うぐ、ついに鈴木さんとキスしちゃったわ。これで私たち一生幸せに。なんか思ってた反応と違う。ヤンデレだと思ったけど、ウブなのか。でっきり唇にされるのかと。ねえ、あそこにお化け屋敷があるわ。次はあれに入りましょう。鈴木さん、怖いわ。あ、鈴木さんは大丈夫？怖くても心配しないで、私が守ってあげるから。確かにこのお化け屋敷結構怖。うわあなた今鈴木さんに触ったわね。ちょっと待ちなさい。え、幽霊のふりして鈴木さんに触るなんて卑怯よ。私だってまだそんなに触れ合えてないんだから。許さない、絶対許さないわ。ちょ、モモ様、ごめんなさい。こちらこそすみません。鈴木さん、安心して。鈴木さんを誘惑する悪い女から私が守ってあげるからね。愛が重すぎる。そしてモモ様との一日はあっという間に過ぎていき、次あれ乗ろう、早く早く。
ちょっと待ってくれ、お父さん疲れちゃったよ。もうしっかりしてください。家族連れか、幸せそうだな。俺だって本当は。鈴木さん元気ない？いや、なんでわかったんだろう。顔に出してたつもりなかったのに。鈴木さんのことなら私何でもわかるんだから。桃様にはかなわないですね。実は両親を学生時代に事故で亡くしてるんです。だから自分もまた家族を作るのが怖くて、大事な人がまたいなくなったらと思うと。鈴木さん、実は指輪を薬指につけたのもそのせいなんです。そうしていれば既婚者って勘違いされて女の子も寄ってこないから。鈴木さん、辛かったわね。でも大丈夫よ。これまで彼女作らなかったのは私と付き合うためだったのよ。私が一生そばにいるわ、約束する。こんな風に言ってくれた人初めてだ。そうだわ、ちょっと待ってて。桃様。数分後。鈴木さん、お待たせ。これつけてくれる？私にですか？へえ、これをつけて私のこと考える時間が増えれば、その分寂しさを感じる時間も減るでしょ。でもこの親からもらった指輪は外せって言わないんですね。当たり前よ、鈴木さんの大切な人たちだもの。これ薬指につけてくれる？すごい、ぴったりだ。言ったでしょ、鈴木さんのことなら何でもわかるって。いや、さすがにこれはたまたまじゃないですか？そうね、たまたまよ。決してあなたが油断してる隙にいろいろ測ったりしてたわけじゃないわ。桃様ならやりかねない。これで私たちずっと一緒ね。あれ、もしかして桃？やっぱり偶然だね、デート。ほらほら、邪魔しちゃ悪いから早く行こう。じゃあね。またね。あの桃様、これはどういう？お友達は用事ができて来られなくなったんじゃ。ごめんなさい。え、本当は約束なんてしてなかったの。あなたに警戒されてるのは分かってた。でもどうしてもデートがしてみたくて。あなたは優しいから、ああ言えば私と遊んでくれると思ったの。桃様、普通に言ってくれればよかったのに。嘘をつくの辛かったんじゃないですか？桃様、私には気を使わないでください。社長の娘ということで、いつも完璧であろうと桃様が努力してることを私は知ってます。でも少しくらい甘えてもいいんですよ。鈴木さん、あ、すみません、つい。いくら寂しそうにしてたからって、俺はなんてことを。桃様、元気は取れたわ。これからはもっと遠慮なくいくわね。いや、やっぱり今のはなしで。こんなこともあり、これからどんなアプローチをされるかと身構えていたのだが、数日後。まさか桃様が風邪をひくなんて、あの時以来だな。桃様、起きられましたか？鈴木さん、帰ったんじゃ。こんな状態の桃様を置いて帰れませんよ。あの時も鈴木さんは私に優しくしてくれたわよね。鈴木さんが働き始めた頃風邪をひいちゃって、その時鈴木さんは付きっきりで看病してくれた。そんな、仕事なので当然ですよ。こっそり残業して私のこと見てくれてたわよね。あなたを返そうとしても、病気の時は誰でも心細くて当然です。そんなに無理しなくていいんですよって優しく笑ってくれたもの。そんなことを覚えててくれたんですね。もちろんよ。でも本当に心細かったのは私じゃなくて鈴木さんだったのに。え？私ね、お父様から鈴木さんのご両親のこと聞いてたの。
鈴木さん、自分の方が辛いのに私に優しくしてくれたんだって。そんなに優しい人に出会ったのは初めてだった。それで鈴木さんのことが気になり始めたの。あのね、鈴木さん。え？絶対もう寂しい思いはさせないんだから。私が鈴木さんを一生守るから、どんな手を使ってでも。桃様の愛が重いのは俺を守ろうとしてくれてたからだったんだ。俺もしかして桃様のこと。いや、俺は桃様の使用人なんだ。この気持ちは悟られないようにしないと。それから桃様の風邪は完治した。元気になった桃様は俺をデートに誘ってきて、待ち合わせした方がデートっぽいって言われたけど、なんだか変な感じだ。30分前に来たけど意外だな。桃様ならもっと早く待ってそうだったのに。しかしそれから約束の時間を過ぎても桃様は来なかった。さすがにこれはおかしい。連絡しても繋がらないし、桃様に何かあったんじゃ。ん？吉田様、どうされましたか？鈴木くん、すぐに病院に来てくれ。桃が事故に遭ったんだ。桃様は無事なんですか？幸い軽い骨折で済んだみたいだ。念のため検査をするが、すぐに退院できるよ。そうですか、よかった。よくはない、娘が怪我をしたんだ。すみません。君は何をしてたんだ？いつも桃を送迎するように言っていたのに。今日はバスに乗ろうとして事故に遭ったらしいじゃないか。今回は骨折で済んだが、命に関わる可能性だってあった。そんな、俺が桃様の命を奪ってたかもしれないのか。吉田様、大変申し訳ございませんでした。いや、私も少々感情的になってしまっている。すまない。今日はもういいから、君も疲れたろうし家に帰りなさい。はい。俺、やっぱり桃様の近くにいない方がいいのかな。このまま仕事を辞めて離れた方がいいのか。それじゃダメだ。桃様はあんなに真剣に向き合ってくれた。俺、桃様と話したい。数日後。鈴木さん、話って？桃様、怪我をさせてしまい申し訳ありませんでした。いえ、鈴木さんは悪くないよ。もう退院されたんですね。ええ、ただの軽い骨折なのに、お父様が大げさにするから。俺、桃様まで失うんじゃないかってすごく怖かったんです。鈴木さん。桃様と離れた方がいいんじゃないかって悩みました。でも桃様はこんな俺をいつも心配してくれて、桃様なりに守ってくれて。俺、もう二度と桃様を危ない目に遭わせません。これからはちゃんと俺が守ります。だから。この指輪は？母の形見です。これからも俺のそばにいてくれませんか？俺、桃様のそばから離れないって約束します。鈴木さん、私もずっとずっとずっと鈴木さんのそばを離れないから。浮気したら許さないわよ。一生私だけを見ててね。もちろんですよ。鈴木さん、大好き。そして俺たちは結ばれたのだった。桃様と付き合い始めた俺は、使用人を続けることは難しいと思ったのだが、なんと吉田様は俺たちのことを受け入れ、応援してくれるようになった。それから数年が経ち。ねえ、クリスマスなのに帰りが遅いのはどうして？もしかして浮気？違う違う、プレゼントを受け取りに行ってただけ。いつもありがとう、桃。大好きだよ。ハイト、私も大好きよ。今年も幸せで、なんか苦しい。本当にライトが他の女のところにいてたらどうしようかと思ってた。でもライトはそんなことしないもんね。もちろん。よかった。これからもずっと一緒よ。
見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごい